びカラスが行方不明に。朝様子を見に行ったら、ハチビがいない。あたりを捜索したがいない。近辺には襲われたような形跡もない。ギリギリまで探したが見つからず、そのまま仕事に行きました。夕方見に行くとママはいる。おちびはいない。一度即席張り紙をして子供の習い事に。その間に東京都環境局自然環境部計画課長獣保護管理担当に連絡。駆除されたカラスはいないとのこと。その後戻ってきてもおちびは見当たらず。しかもこの張り紙がなぜか付近の茂みに捨てられてて、一緒にいた小学生の姉妹が貼り直してくれた。その後続々と学童キッズが集まり、明日から捜索してくれることになった。気がかりなことが一つ。昨日の夕方におちびの世話をしているとき、知らない男の子が餌をあげに来たんだけど、うちらがいるとなかなか餌をあげようとしない。あげていいよと言うと一口分だけあげて、残りを近くの茂みに隠し、私があげた餌について詳しく聞いてきた。ただあまり日本語がわからないと言っていたので、うまく通じたかわからない。外食から戻って再度おちびを見たら、その子の持っていたビニール袋に入った餌が巣箱の中に入っていた。なかなか何かですごいハエだったので、から少し離した場所に置いた。